ですね、はい、寝起きドッキリではなくて、はい、久々にロケに来ております。はい、そうなんです。あの久しぶりにバンダイナムコペラン研究所の方に来てるんですけど、はい、なんで小塚さんこんなうちらこう急いじゃなんですか。実はですね、はい、ここはバンダイナムコ未来研究所の中にあります関係者以外立ち入り禁止の開発ルームなんですよね、はい、こちらでは、はい、ゲームセンターなどで遊べるアミューズメント機を開発している、はい、秘密の部屋ですか、ね、だからこんなにひそひそ声になっちゃうんですよ、はい、秘密だから。そうですね。でもあの許可取ってるんで別にひそひそ声なんなくても大丈夫ですよ。なんだそうなんですか。今までこんなに頑張ってひそひそ声したんですけどね。頑張って押し殺してたのに。ねえ、大丈夫なんですか。あれですか、今日ご紹介いただけるマシンは、はい、この中にあるので、はい、ちょっと早速行ってみましょう。はい、この扉を開けますよ、はい、でもひそひそ声になっちゃいますね。でも失礼します。おセオちゃん、はい、ありましたよ。おデッドストームパイレーツ、大きい、大きいゲーム機が、豪華ね、うん、今これ多分開発の最終段階じゃないかなと思うんですけど、なんか今もう誰もいないのでちょっと勝手に遊んじゃいましょうよ。さて、瀬尾ちゃんと私はですね、はい、デッドストームパイレーツに乗り込みましたが、はい、中はね、黒で黒統一されてて、まあちょっと黒、ね、スピーカーが大きい、そうで、モニターも大きい、大きい、でソファーがあって、うん、手前には、はい、なんかこうレバー、レバー押すボタンもありますね、うん、あとこう真ん中にくるくる回るんですよこれ、うんうん、まあ、こんな感じの、まあ教団の中なんですけど、はいはい、まあ説明はともかく、はい、とりあえずもう、はい、スタートしちゃいます。聞いてないよ。どうやってやるんですかこれ。はい、あのこの銃の形と、これ銃なんですね、はい、あと火事の形をしたコントローラーがあるので、くるくるこれを、はい、うまく操作してで敵を倒してください。はい、はい、でこの始まりは嵐の海、はい、どうぞどうぞ。何が銃を構えた。この黄金銃で切り抜けた。え、これ小塚さんですよ、イケメンですよ。じゃあこれ瀬尾ちゃんだ、このこっちの女の子は、うん、銃を構えてこれ銃で撃つんだね。おっと、いきなり、雨で嵐になって、おお、骸骨の、骸骨の船が、亡霊だ、亡霊、海の亡霊だ。さあ、おー、これで、そうか、火事を回すんだ。小塚さん、頑張って頑張って頑張って、あー、このままでぶつかる、ぶつかる、ぶつかる、これ揺れますよ。ソファーがグラングラ揺れてる。ソファー 海だから、あ、幽霊船に横付けされた。うわ、骸骨の剣士がいっぱい飛び込んでくるよ。うわ、撃て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 、うわ、すごい。うわ、撃っても撃る、どん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 来る、どんどん隣の船から乗り込んでくる。でもマシンガンですねこれは。おー、ナイスコンビネーション。わー、ぶつかった、ぶつかった。あ、乗れなかった。お、しかも大きめの爆弾投げられてるよこれ。撃て撃て撃て。お、向こうの船が傾いてきたぞ。おー、もうちょっともうちょっと。うわー、こっちだ、撃たれた。撃て撃て、こっち持ち返せ、砲弾を撃ち込め。よし、ナイスコンビネーション。すごい。お、ステージリザルト、倒した敵の数、瀬尾ちゃん94、小塚62、コンビネーション 74%、 人目につかないところでの努力、縁の下の力持ちコンビ。ちょっといいんじゃないですか、思いのほかよかったね。さあ、というわけでデッドストームパイレーツ、はい、遊びましたけども、楽しかったですね。楽しかった、うん、なんか松本さんにね、はい、やってるパンパンってパンパンってやられて押されちゃったけども、簡単だったし操作が、うん、ね、コンビネーション率が 74%、 高かったね、意外とね、まあまあ、でも本当楽しかったですけどね、うん、そうですよね、うん、おちょっと勝手に遊びましたね。え、あの、だって松本さんがいや、なんかね、この二人が遊んじゃったんですか。ええー
嘘です、嘘です、嘘ですよ、嘘ですよ、まあ冗談です、冗談です、なんかすいません、本当に、いやいやいや、すいませんになりますね、はい、このゲームはですね、はい、レッドストームパイレーツといいまして、ハラハラドキドキの大冒険を繰り広げることができるライド型2人協力ガンゲームなんです。おお、面白かったですか？面白かったです、はい、超面白かったです。どこまで行けましたか？とりあえず一面はクリアしました。最初の嵐の海は、あ、その続きは、はい、わー、まあこれからですか ね、 ね、はい、まだまだですね、まだまだですかね、はい、では今から開発のディレクターを呼びますので、はい、コツとかぜひ聞いてみてください、ぜひぜひよろしくお願いします、はいはい、ただちょっと時間がないので今週はここまでですね、せっかくこうね、盛り上がってきたのにね、うん、はい、松本さん今日 A が多いですよというわけで来週も引き続きデッドストームパイレーツについてお送りしていきたいと思いますんで、ご覧くださいね、はい、じゃあ瀬尾ちゃんいつもの締めでいきましょう、はい、北村さんもお願いしますよ、はい、はい、せーお、またね。この番組はチェンジ・ザ・エンターテインメント、バンダイナムコゲームズの提供でお送りしました。